今回のこういう合宿で何をやろうかなと思って考えてたんですけど、みんなねこういうふうに掴まれてから何しようかなって考えてるじゃないですか。これ掴まれてから塩投げとかそういうことを考えてるんですね。じゃなくて、聞こえない。上田先生もっと大きい声でお願いします。大きい声って、まあ、つかまれてから考えないで、その、周りの空気、最近ね、ビデオでも出したんだけど、空気、この空気ね、空気をコントロールするってことを考えて、やった方がいいんじゃないか。で、じゃないと、つかまれてから、じゃあ、ここどうしようってなっちゃうから、空気をコントロールして、だからそうすると彼に直接行かないんですよね。直接こうやって手首どうしようかとか考えないで、その空気、ここ空気ある、それから下に出すと。だから空気をクッションみたいな形だけど、直接行かないクッションのためにだけど、普通行くとこういう風になっちゃって、こうやってやっつけてこんな、こいつだって、そういう風になっちゃうんだよね。でも空気だとこう空気だからね、直接ぶつけないっていう、そういう話。じゃあそういう空気だと思うことが大事だから、空気だと思わないとそうなっちゃうから、空気だと思ってそう少しさばいてみましょうかって、そういう話ね。ぶつけ、基本的な技の方がいいんだけど、難しい技じゃなくて簡単な技、空気、それから相手の方に押せる、で転換とかね、そういう技の方がいいかもしれない。転換か上に出す。じゃあそれ少しやってみてください。どうぞ。必ず失敗するんです、人間って。人間は失敗するために生きてるので、失敗するんですよ。空気だと思って空気をコントロールしてやると、ポーに離れて失敗しちゃった、ああーって彼と向けない、ああって失敗しちゃったの。それは失敗してもいいの。失敗したらじゃあ次どうしたらいい、空気とつながることできるかなって考えるチャンスだからね。失敗しないと分からないの、それがうまくいってたら。だから失敗して彼が教えてくれたら、あ、お前それじゃいかねえよって教えてくれた彼がね、そういうふうに思って彼に感謝して、じゃあ次はうまく失敗しないようにやるよって、そういうふうにやればできるようになるんじゃないですか。だから必ず失敗すると思ってた方がいいの。失敗しなかったらそのやる価値があんまり半減しちゃうってこと。失敗するから分かる、失敗するからうまくいかないから教えてくれるっていうふうに思ってると、うまくいかなくても全然気にしないで済むね。うまくいかなかった、ダメだ、俺ダメだって思ってたらダメなの。うまくいかなくて当たり前なんだと思ってた方がいいの。そういうふうに思ってた方がいいですよ。僕はそういうふうに人生やってきたんだけど、失敗するのは当たり前じゃねえかって、素人なんだから、あんなプロじゃねえんだから、下手なんだから当たり前だよって思ってるから、合気道もね、俺うまくなんかないんだよ、下手なんだよ、でも失敗するのは当たり前なんだよっていうふうに思ってるから、まあこういう前で話もできるようになったんだけどね。そういうふうに思ってた方がいいんですよ。失敗するのは当たり前。それからね、合気道って失敗するのは当たり前って話、それからその スタートは入った時にこんにちはって言って、それからじゃあお願いしますねってお互いにやってんだけど、もう始まってるってことね。そこのじゃあお願いしますってやり始めた時はもう始まってるってから、もう礼した時からは始まってるってことで、スタートしてるのはもう始まってるって。だからこう取りに来た時がスタートじゃないってことね。もう始まってるっていうふうに思ってた方がいい。それから合気道っていろいろあるんだけど、なんていうのかな、でいろいろやってんですけどね、
原理っていうのがあって、遠くに話してると力が使えないとか、近く方がテコに体重使えるとか、重心だから、そういうことを学ぶで、自由に動いてた、気にしないで自由に動いた方が相手がついてくるとか、そういうことね、学ぶっていう、そういう話だ。それが分からないと、むやみに仕事、むやみに練習しちゃうってことになっちゃうから、むやみにしないためにはそういうことをね、学んでやった方がいいと思います。で、転換の時はこういうふうに、あ、まあさっきやってたけど、さっきやってたけど、ここに あの空気をとかって言ってたんだけど、空気を、向こうの空気を出して、それで自分がいかに安定してるか、感づいてるか、そういうことを学ぶチャンスだから、学ぶ。で、こういうふうに、こう自分が安定してる、ここに行かない、次のこと考えない、あ、もういいやって、それで安定してる、で感じてる、そういうことが仕事だと思って転換をやる、そういう形ね。じゃあ転換からやってみましょうか。転換起きて転換で、自分が安定しなかったら失敗、形、あ、これ安定してねえやと思ったら失敗。だから次は安定してるように、こう四角に入って、で、こう向こうで安定してる。で、感づいてる。っていうことね。じゃあそういうことを考えて、じゃあちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。よし。あ、そう、転換やってください。転換。転換をそういうふうに感づいてる。感づいてるのが仕事だってことね。あ、そう。マイクが必要だね。声が小さいって言ってね、聞こえないのは自分のせいですから、聞こえなかったら近く来てくださいね。お前声が小さいから聞こえねえんだよって遠くにいてね、そんなこと言われたって。俺は知らねえよって、そういう。上田先生、声を大きくして。大きく話しますけど、声が小さくて、声が聞こえなかったら、自分で近づいてきて、聞き取ってくださいねって。で、興味なかったら離れてっていいの。俺は関係ねえから、もう、全然トイレ行こうか、どこ行こうか、関係ないの。興味なかったら、全然俺の話なんか聞かないでいいよっていう感じ。そんなこと思ってる。あ、思ってる。そういう話ね。分かりました分かりました。ああ、いや。おキャラだね。まあいいや。それで次のことね。次のことはこうに来るでしょ。こう、まあ一生懸命来るね。で、僕はここに行かないで安定してるってこと。安定してないとこういう手もらっちゃったりしちゃうの。だから安定して、彼はね、視覚からさよならするの。こう、さよならって。そうすると離れてると、僕は安心。離れてるから。近く来てると、来るんだよね。あーしとか来る、あーして来るんだよね。でも、離れてるから安心なの。こうやって離れてるから。安心。全然、彼、この瞬間が来ないから。安心。で、そういう形を作るのが愛情だと思ってるの。ね、安心の形で、やっつけて、彼をやっつけて安心なんだ、ガーッてやっつけて安心なんだけど、安心より離れてさよならって、それ全然距離も離れてるし、安心ってそういう形にしたいわけで、気にしないで全然、まあ遠くに行ってね、声が聞こえねえからって言って文句言うんじゃなくて、お前来いよって言ってんだけど、それと同じことでしょ。だからそういうことなのね。それはもういい。もういい。まあそういうこと。だから、あ、じゃあ次やりましょう。次こう、じゃあ、さよなら。で、安心。全然安心っていうふうにやってほしいの。関係ねえから、彼。関係ねえから。ただ取りに来ただけだから。で、まあそういう形ね。じゃあそれでやりましょう。相手はゴミだと思って。あ、そう。ゴミだと思ってやるって。そういう感じ。何をやるか分かんない。
相手をだから流して、ああだから来たら関係、ここ関係にお前関係向こう行ってよって、そういう感じで、俺が安定してんだよって、そういう感じね、そういう感じ。じゃあやりましょう、どうぞやってください。何をやるんですかって。えじゃあやるし、相手が来たの向こうに、時はね、上と下やるの。上と下なんだけど、こうやって上と下ね、上と下は手は近い方がいいんですよ。手は近いっていうのは、こう離れてると上やろうと思っても、こう離れてるとこれね大変なの。こう近いと、へそに近いと、ここは上がるの、簡単に。だから近いことね。それから上と下、それから一つ前はこういうふうにやってさよならしたんだけど、近くて上と下、近くて上と下、上と下、上と下、上と下ね、近くて、近くて上と下、下、こう下、下、近いと自分の体重使えるから、下だとか輪 だとね、こうだと体重使えないの、こうやってなってるから、こうやってやると体重使えるの、体重、鉄棒と同じ、鉄棒でこうやって逆上がりできないの、離れてたら。こうやってやってるからできるの、これ体重がここに乗っかってるから。あそういう話、そう、同じこと言ってんだけどね、YouTube とか動画出してますから、私の名前で出れば大体見れるんだよね。でそういうことを同じこと何回も言ってるんだけど、大体分かってくんないの。だから少しは分かってほしいと思ってるんだけど、大体分かってくんないから。で何しろ近い方が力が出るってことで、上と下の練習押したいので、こういうふうにやって、気にしねえよっていう、で話してたらやられちゃう。だから近いの、近いの、ここに近いの、あれ体側に近いの、手でやってないので、こう、そして足が自由、手で、手は便利だからね、手競争したいの、手はやってないので、体側に近いの、体側に、そして上だ、そういう形、そういう形、手でやらない、体側に近い、手はやってないで、上で下、足自由、そういう感じね。で下と上と、下と上と、下はこういう、下、上はこう上、この2つ、下はこういうふうに、離れてると難しい、持ち上げられちゃう、だからこういうふうに近い、そして足で、こう、そうすると体重使えるから、じゃあ上と下やって、やってみましょう。近くて体重使えるっていう方が楽なんですよ。だからそれの練習としては、こうに来たら近くてこう体重、手でやってないんですよね。こう近い、起きて、そうそう、近い、起きて、近い、起きて、近い、場所でやってるだけで、こういう練習、離してたら、ちょっと待って、ちょっと待って、やられちゃうんだよ。でも、近いから、ほら、全然、下に落としてるだけ。そして、ぶつけないように下に落としてるだけ。で、足は自由で、ね、ここを離さないように、ここを離さないように、近い。そして、近いと、こういう風になって、ひっくり返って、こうなってくる。ね、近い。下に落としてた。下に落としてた。下に。
下にこういうふう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 にね。で競争してないでしょ、競争してないで下に落として、で離れてない、近い、そして競争してない、競争してない、そしてこう来てこう来て捨てたら自然と下がる、そういう形。じゃあこれの練習、あの2人とか3人組んで、あんまり競争しない、ちょっと競争したらやられちゃうよ、だから競争しないで下、上下下で近いで近い近いって、そういう形、近いってそういう、近いことが目的ですから、だからそういう形でちょっとやってみましょう。どうぞ。次はね、こうに来たら必ずリカバリーしてくるんですよ。あのリカバリーしてるのにお付き合いしないっていうこと。だからお付き合いするとあの取られちゃったりするから、お付き合いしないで勝手にやらしてるって感じで、彼が来たらここ勝手にやらしてるの、勝手にやらしてるので知らないっていうのは、そういう感じだから、そこが難しいところなんだけど、知らないので、ね、知らない、あ、いいよ、じゃあ来てるんだけど、ほら一杯目来たら知らねえよって、俺の こういうとこじゃねえんだよって、そういう感じなの。それで来た時に自分のいいところにこういうふうに来れば、あの崩せるよね。あの彼がひっくり返して来ようとか、例えばこういうふうに来たら、こう力でやったらできないんだけど、ここを利用して、あ、まあいい、こうね、ここを突っ張ってこういうふうに来てるところを自分がこういうふうに回ってきて、彼を利用してるの。自分がこういうふうにやってるんじゃないの。彼を利用して、こういう。彼を利用してるってことは、彼を利用していろんなこと、いろんなこと。彼を利用していろんなこと。彼を利用していろんなこと。彼を利用して、いろんなことね。はい、まあ、こういろ、今、まあ、彼の、なんていうかな、上下を利用して、そうだね。こっち。そういう感じで、上下を利用してこう上下だ。そしてここを下げて、こう上下を利用して、そして上下を利用してこうそしてこう、あんまりここをコントロールしてないってこと。上下だけ。上下の動きを利用して、次のことにつなげてるってこと。上下のことを利用して、次のことをつなげてる。上下のことをつなげて、次のこと。まあそういう意識でね、やってほ方がいいじゃないの。上下のことつなげて、上下のこと、そういう形ね。じゃあ上下のことをつなげて次のことや、まあ、難しいかもしれないけど、ちょっとやってください。どうぞ。何やったら上下のことつなげて上下のことをつなげて。そう、もういいですよ。あの時間なんで終わりますけど、あの
要はね、要はそのいろんな原理ありますけど、そのよく、ま、学びはね、そのぼさっと漫然とやってんじゃダメなんですよ。だからこういうふうに近くに上下を使ってんだなとか、そういうことを考えて、自分で考えてやってほしいってこと。合気道の稽古、せっかく1時間なら1時間やるんだからね、そういうことなんです。漫然とやらないで、必ず目的があるんだから。で、友達になるとかいろいろ目的ありますよ。まっすぐ使うとか、だからそういうことをよく自分で、なかったら自分で考えて、今日はこの稽古をしようっていうふうに思って やれば、それだけ。それから失敗するのは当たり前で、失敗して教えてくれるのは相手ね、相手が教えてくれるんだから、すごく大事な人だから、相手受け身の人がいいと自分が上手くなるっていうのは、それは確かな話だから、そういうことだからね、嫌なやつだなこいつ、ったくもう二度とやらねえよって言っちゃ損しちゃうのだから、まあそういうことです。まあそういうことで、じゃあ時間ですから終わります。また来年元気でね、できるっていうことをね、僕は期待してますけど、こういいですよね、草津ね。まあそういうことで、じゃあ礼して終わりましょう。はい、ありがとうございました。はいはいはい、ありがとうございました。はい。